はい、どうもこんにちは。18時のひらきん TV のお時間でございます。今回はですね、日本リーグ第2節4試合目 J テクト戦をお送りしたいと思います。この試合はですね、なんと重大発表がございます。あの選手がついに復活という、緊急速報も入ってきましたので、皆さんと一緒にですね、そちらの動画を見ていけばいいのかなと思います。長い話になってしまうと皆さん退屈してしまうと思いますので、それでは VTR 振りの方やっていきましょう。どうぞ。もう先ほどのテンションやめて普通のテンションに戻っていきたいと思います。この試合はですね、ひらきんの先攻 J テクトの後攻で試合が行われます。ちょっと愛媛ウエスト戦で負けてしまって、ちょっとチームの雰囲気悪いんですかね、ちょっと暗く見えますね。そういった中でどういった戦いができるのか。ちょっと暗いですね、みんな元気よく行きたいですけど、どういう試合の展開になるのか皆さん注目ですね。黄色が映えますね。 J テクトの先発は他園投手、左の技巧派ですね。そしてひらきんは1番浜本選手から。この浜本選手が出塁したらチームとしてもいい雰囲気でいけますからね、出塁してほしいところですね。ワンボールワンストライクから3球目がセンターフライでワンアウト。いいコース決まってますね、他園投手も。そして2番赤坂選手、選球眼には定評ありますよ。3ボールからの4球目、このインコースのボールを見送ってフォアボール。いいですね、四死球が多いですね、赤坂選手いい選手ですね。そして3番鳥山選手、こちらも選球がいいですからね。3ボールから4球目、何を張ってるのか。ちょっと真ん中高めのボール打ち上げて、これがショートフライでツーアウト。ちょっと下入りすぎちゃいましたね。ツーアウトランナー一塁となり、4番安見選手、ツーボールツーストライクから。さあ、うちの4番は何を待つのか。5球目ですね、外のボール、これを引っ掛けてピッチャーゴロですね。3アウト、ランナー出しますが、ひらきん無得点で終わっています。そして来ました、いよいよです、小山復活しました、ありがとうございます。いやー、ずーっとファーストコーチャーでくすぶってましたからね。お祈りも少し長めでしたね、いつもより。やっぱ安心します、ファーストコーチャーよりマウンドの方がって言ってました、小山選手。自分は分かんないんですけど。ああ、いいボール投げますね。さあ、J テクト打線にどういったピッチングをするのか。1番ルーキー大川選手、ニュージーランドで同じチームでした、自分、大川選手と。バッティング後半めちゃめちゃ良くなってましたからね。ワンボールツーストライクから真ん中のボールを空振り三振、ちょっと抜いたカットボールですかね、タイミング外しましたね。先頭を空振り三振でワンアウト。2番タミヤ選手、ワンボールツーストライクから、このインコースのボールですね、高さ抜群ですね、これ
2者連続三振となり2アウト。そして3番天田選手、因縁の対決です。本当にバッティングいいんですよ、天田選手。ワンボールツーストライクから外のボールに空振り三振、気合入ってますね。スポットに決まってますね、スポットに。ナイスボール。初回3者連続三振、上々の復活なんじゃないんですか。2回の表は5番和田選手から2ボールからの3球目、これがライト前に、ナイスバッティングですね。調子いいですね、春が過ぎても。今年は一味違いますよ、うちの和田選手。みんな注目してあげてください。そして6番井上選手、バントをするのか。ワンボールから2球目、これがセンター前、いいですね、コンパクトなバッティング。本人ちょっと首かしげてますけどね、これいいバッティングですよ。でもノーアウトランナー1、2塁となります。そして2節大絶好調の黒岩陽翔選手、2ボール2ストライクから何を打つのか。外のボール引っ掛けて、これがファーストゴロ、進塁打ですね。それぞれ進塁しています。ワンアウトランナー2、3塁となり、また8番小山、2ボール2ストライクからインコースのボールをレフト前、復帰初打席で初ヒット初打点。かなり集中してましたし、かなり楽しかったらしいです。自分は分かんないんですけど、そう言ってました本人が。開き1点を先制ですね。なおもワンアウト1、3塁で9番西山選手、めちゃめちゃ粘ってますね。あ、4球ですね、4球粘ってますね。あんまり粘ってなかったです。これがセンター前、素晴らしいバッティングですね。今のめちゃめちゃいいバッティング、これいいですね。オールスラッシュのお手本ですよ。センター前で2点目が入ります。なおもランナー得点圏に、ワンアウト1、2塁ですね。そして先頭に戻って浜本選手、低めのボールを見送って、これがフォアボール。ワンアウトランナー満塁となっております。この回攻め立ててますね、平木。そして J テクトはこの回から木下投手に変わりますね。そして2番赤坂選手、ワンボールツーストライクから、そろそろ1本見たいですね。赤坂選手、インコースのボールがデッドボール多いですね。赤坂選手デッドボールが、いや痛そう。まあ本当に当たってるかどうかは、まあ、これも多分当たってるんでしょうね。本人めちゃめちゃ痛そうなんで。ファーストの向井選手もゴリゴリ押してますね、後のところ。3点目が入ってます。なおも満塁です。そして3番鳥山選手はファーストゴロがゲッツーとなり3アウト。なかなか鳥山選手の打率が上がってこないですね。しかし3点を先制します、平木。2回の裏は4番北川選手から、ちょっと高めに浮いたカットボールが、これがレフト線抜けていけ、ツーベースですね。バッティングいいですね、北川選手。ちょっと中入ったんですけど、それでも
かり畳んで打ってますね。ナイスバッティング。高校の時からバッティングいいんですよ、北川選手。そして5番青枝選手、ワンボールツーストライクから外のチェンジアップを打ち、ファーストフライ、ワンアウト。うまくタイミング外しましたね。ワンアウトなり、6番橋本選手、スリーボールから高めのライズを見送ってフォアボール。ワンアウトランナー1、2塁となります。そして7番宇須木選手、ツーボールツーストライクからちょっと中入ったんですけどね、さっき北川選手の打たれたコースとちょっと似てるんですけど、これが見逃し三振となり、ツーアウト。そして8番三好選手、ツーストライクからインコースのドロップに空振り三振。これいいコースですね。これはナイスボール。得点圏にランナー背負いましたが無得点。試合は3回の表に入っています。4番安見選手からツーボールツーストライクからの5球目、これがおっと、いいバッティングですね。技ありですよ。わざとボテボテの打球を打つというナイスバッティング。ノーアウトのランナーを出しますね。そして5番和田選手、ちょっと期待大ですね。これがセンターの前に落ちる。それを見て安見選手は一気に三塁に。好走塁ですね、安見選手。これはいい走塁。安見選手、いい走塁ですよ。和田選手もナイスバッティング。ノーアウトランナー一三塁となります。そしてルーキー井上選手、先ほどヒット打ってますからね、だいぶ気楽に立ってますよ。初球をレフト前、ヒラキン4点目、いいですね、井上選手。外のドロップ、ちょっと引っ掛けたんですけど、それでもレフト前、ナイスバッティング。そして7番、黒岩選手、ツーボール、ツーストライクから。インコースのボール、これがライトフライとなり、ランナーはそれぞれタッチアップできず、ワンアウトですね。そして8番小山選手、ワンボールツーストライクから、これがパスボールとなり、ランナーそれぞれ進塁。いいですね、和田選手の先を狙う姿勢。ツーボールツーストライクから小山選手、これ外野フライでいいですからね。ちょっとフライ上げるだけでいいですよ。チェンジアップうまく合わせた。しかしショート大川選手ナイスプレー。これはうまい。お、完全に抜けたかと思いました。で、和田選手も抜けたかと思ってスライディングしなかったらしいんですけど、いやー、ナイスプレー大川選手。ただ和田選手滑らないとダメですよ。基本です。そして9番西山選手のところに代打平本選手、これチェンジアップですかね。ちょっと抜いた球に空振り三振。しかし平均3回の表は1点を追加で4対0となっています。チェーテクトは9番木下選手から、
スリーボールツーストライクで外のボールを振り空振り三振。この試合高さとコースがちょっといいですね。コースはちょっと悪いところありますけど高さがいいですね。そして先頭に戻り1番大川選手ワンボールからこれを打ち上げてなんとそのままスタンドイン。もう完全にレフトフライかと思いましたけどね。乗りましたね、しっかり。ナイスバッティング。 J テキとソロホームランで1点を追加、4対1となっています。やっぱいいバッターですね、大川選手。ナイスバッティング。続くバッターは2番タミヤ選手。ワンボールツーストライクから外のボール、これはショート赤坂選手華麗な守備、ナイスプレー。もう安心して見れますね、赤坂選手の守備は。ツーアウト。そして3番天田選手、ノーボールツーストライクからこれをまたショートに、安定してます、うちの赤坂、ナイスプレー。1点追加されましたがその後のバッターをしっかりと打ち取って最少失点で切り抜けてます。4回の表ヒラキンの攻撃は先頭浜本選手からこのセーフティー、素晴らしい。あれはアウトにできない、完璧ですね。ノーアウトのランナー。そして2番赤坂選手、ワンボールから2球目、ここで浜本選手走る、しかしキャッチャー天田選手もナイス送球、タッチアウト。浜本選手が刺されましたよ、いいキャッチャーですね、天田選手。ワンアウトなり、2番赤坂選手、ツーボールツーストライクからそろそろ見たいですよ、1本外のボール、これを引っ掛けてサードゴロでツーアウト。ちょっと突っ込んじゃいましたね。そして3番鳥山選手、初球からいきます。彼はこれがセカンド、タミヤ選手もよく取ったんですが送球が少しそれて、これが内野安打。鳥山選手もよく走りましたね。ツーアウトランナー一塁で4番安見選手、ノーボールツーストライクから外のライズ合わせただけ、これがレフトフライとなりスリーアウト。ヒラキンこの回は無得点。まあいい攻撃はできてますね。そして4回の裏 J テクトの攻撃は先ほどヒットの4番北川選手、インコースのドロップに見逃し三振。これはいいコースでしたね、自分現地で見てていいボールだなと思いました。そしてワンアウトなり5番青枝選手、ワンボールツーストライクから外のドロップに空振り三振。しっかり変化してますね、ナイスボール。そして6番橋本選手、ワンストライクからの2球目、チェンジアップ、これを引っ掛けてセカンドゴロでスリーアウト。この回テンポよく3人で攻撃を終えています。本調子出てきましたね。そしてヒラキンは5回の表5番和田選手から、この試合2安打してますからね、ちょっと期待してますよ。ここツーボールツーストライクからの5球目、
これが伸びる伸びる伸びる、しかしライト三好選手もナイスキャッチ、ワンアウトなります。いや惜しかったですね、いい角度で上がったんですけど。そして6番井上選手、ツーストライクからの3球目、外のチェンジをしっかり合わせてセンター前、上手ですね。ナイスバッティング、ワンアウトランナー一塁となります。そして7番は絶好調黒岩選手、ワンボールから2球目、これが抜ける、井上選手はもう三塁を蹴っている、ナイスバッティング黒岩選手、スリーベース、いやーナイスバッティングですね。これコーチャーの利川選手もよく回しましたね。そして8番小山、ここも外野フライでいいですからね。ワンボールから2球目、これ芯だったんですけどちょっとボールの上叩いちゃいましたね。サードゴロとなりツーアウト。そして9番西山選手、ワンボールツーストライクから、雰囲気ありますね。うまい、これはうまい、レフト線にナイスバッティングですね。西山選手スラッシャーですよ、スラッシャー、ナイスバッティング。そしてピッチャーが北川選手に代わっています。北川選手もコントロールめちゃめちゃ良くてチェンジアップうまいんですよ。どう打ち崩すか。そして先頭に戻る浜本選手、高めのチェンジ、ここで西山選手は盗塁、早いですね。もうチェンジアップで走られたらちょっときついですね。そして浜本選手は3ボール2ストライク、これ大川選手ナイスプレーですね、滑らかですね守備が。しかし開き、この回2点を取って6点、6対1となっております。5回裏 J テクトの砲撃は臼杵選手から、外のボール、これ黒岩選手もナイスプレー、ワンアウト、守備範囲が広いですね。ナイスプレー、ワンアウトになります。そして8番三好選手、ワンストライクからインコースのライズ、これを打ち上げて黒岩選手がしっかりキャッチでツーアウト、よく飛んできますね黒岩選手と赤坂選手のところに。そして9番岡園選手、外のチェンジに空振り三振、ナイスボールですね。この回も3人で切り抜けています。6回の表は代打尾崎選手からですね、高めのライズをしっかりセンター前、合わせただけめちゃめちゃ速いですね。ナイスバッティング、後輩キラーですね。そして3番鳥山選手、ワンボールワンストライクから、
インコースのボール、これがそのままスタンドイン。ついに出ました、鳥山選手。この試合ちょっとタイミング外されてましたが、修正してくるあたり完璧ですね。さすがです。ツーランホームランとなり、平均8点目。さすがですね、主将の貫禄。今回は赤坂選手、頭バシバシ叩きに来ないですね。なんでですか？来てほしいですね、ちょっと。そして安見選手のところに代打、大久保選手。このレフト前も素晴らしいですね。ナイスバッティング。ホームランの後のこの単打がいいんですよ。出塁することの出塁することの大切さ。そして5番、絶好調の和田選手。これちょっと厳しいボールでしたけど、ボールとなりフォアボール。最高にちょうどいいのかもしれません。そして井上選手のところに代打、谷口選手。ツーボールツーストライクからチェンジアップに空振り三振。これですよ皆さん、北川選手のチェンジアップ、腕の振りが変わんないんです。本当にいいピッチング。ワンアウトなり、7番黒岩選手。ツーストライクからインコースの、これがうまく打ったんですけど、和田選手に直撃。これは痛そう、痛そう。まあ本当に当たったかどうかはどうなんでしょうかね。ケンケンしてますよ。ツーアウトランナー一三塁となり、8番小山。初球からこれがセンター前、一塁ランナーの黒尾選手も走る走る。利川選手いいですね、回し方が。ファーストランナーの黒尾選手もホームインし、10対1。あんた何もんやっていう応援、嬉しそうですね小山選手。ツーアウトランナー二塁となり、この試合絶好調の西山選手。これ大川選手ナイスプレー。まあどっちに取られてもいい判定ですね。セーフかなと思ったんですけど、アウト。大川選手ナイスプレーですね。6回の裏からピッチャーが小山から井上選手に変わっております。そして同級生対決、大川選手のここ見ものですよ。初球のドロップ、これめっちゃ打球速かったです。しかし赤坂選手華麗にさばいてワンアウト。もうショートに飛んだら確実にアウトできますね今。そして2番田宮選手、ショート赤坂選手本当に飛んできますね。ナイスプレー。ツーアウトなり、3番天田選手、テンポいいですね井上選手。外のドロップに空振り三振。ナイスボール井上選手。この回3人でジェイテフトを抑えています。いやーいいですね。変わりっぱら、この回10球しか投げてないです井上選手。10球。7回の表は先頭浜本選手からワンボールワンストライク。うわ痛そう。今年ちょっとピッチャーライナー多いですね。ちょっとこれはちょっと溝落ちに当たっちゃって、多分息ができない状況なんですよ。本当にピッチャーやる人は気をつけてください。
バッターとやっぱ近いんで、でやっぱ打球も速いんで、本当にもう危ないと思ったら避けてください。取りに行かなくていいんで避けてください。そのぐらい本当に危ないんで。ノーアウトランナー一塁となり、2番赤坂選手、これがショートライナー大川選手、ナイスプレーですね。ナイスプレー。ワンアウトランナー一塁となり、先ほどホームランの3番鳥山選手、インコース高め、これを打ち上げてセンターフライ。浜本選手は走れず、青枝選手もナイスプレーですね。ツーアウトなり、4番安見選手、スリーボールから外のボール見送って、これがフォアボール。いいですね、ナイス。そして5番守備からついている川村選手に打順が回ってきます。外のチェンジアップ、これを引っ掛けてサードゴロとなり、スリーアウト。ヒラキン、この試合3人で終わったイニングないですね。いい攻撃できてますよ。そして最終回は地元阿蘇選手がしっかり締めてほしいですね。新見のアイドルですから。先頭は井上選手、初球を打ってサードゴロでワンアウト。黒岩選手、ボールを1回見る余裕がありましたね。そして5番青枝選手、外のドロップを弾き返して、これがセンター前、ナイスバッティングですね。いいバッティング、パンチ力ありますからね。これはナイスバッティング。ワンアウトランナー一塁となります。続くバッターは6番橋本選手、スリーボールツーストライクから低めのボール見送って、これがフォアボール。橋本選手も目がいいですからね、この試合2個目のフォアボールですかね。ワンアウトランナー1、2塁となります。そして7番臼杵選手、初球をセカンドゴロとなり、ゲッツーは取れず、セカンドだけアウトですね。ツーアウトランナー1、3塁となります。そしてバッターは8番三好選手、ノーボールワンストライクから高めのボール、これを安見選手しっかりキャッチで、スリーアウトでゲームセット。ヒラキンが10対1で JTECTに勝利しております。和田選手、これ本当ですか？これ痛そうな顔してますけど、まあ痛いんでしょうね。どうなのか分かんないですけど、こんだけ痛い顔してたら痛いと思いましょう。皆さんも、まあ、当たったかどうかはどうですかね。皆さんぜひ会場へ。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー、小山選手復活してましたね。いやー、お待たせしましたね、本当に。まあ、お待たせしましたって私のことではないんですけど、いやー、本当に長い間待ちましたね。もう本人にあの後ちょっとインタビューしたんですよ。あの後インタビューしたら、もうただただソフトボールが楽しかったと。ベンチの子たちに聞いたら、投げてる時ずっと笑ってたと言ってました。それぐらいね、あの試合楽しんでたからこそ、ピッチングにしてもホームラン打たれたんですけど、まあ、いいピッチングもできて、バッティングでも、まあ、4打数2安打ってことでね、まあ、ぼちぼちの成績は残せていたんじゃないんでしょうか。これでですね、2節の試合は全部終了となります。2節がですね、2勝2敗ですね。通算が5勝3敗で
5位タイですね。これすごいですよ。1位も何チームあるんだろう、3チームぐらいあって、5位もいっぱいいます。5チームか、まあ、ほんとそんぐらいちょっと今年は混戦してます。3節4節が本当にトーナメント行くためには鍵になってくる試合になっておりますが、皆さんリーグも気になりますが、今月末からいよいよ実業団選手権も、スタートします。初の、ヒラキンとしては初の実業団選手権ですね。まあ、そこで、まあ、組み合わせとかも、日本ソフトボール協会様 の、 あのホームページの方に載ってますし、見てもらったら分かると思うんですけど、なかなかハードです。いや、なかなかハードです。上位クラスとずっと最後まで試合する感じですね。いやー、でもやっぱそっちの方が燃えますね、選手としては。だからその中で優勝できればリーグにもつながって、国体にもつながって、全日本総合にもつながって、今年五冠できるんじゃないですかね。それぐらい大事な実業団選手権になります。皆さんですね、熱い応援をどうぞ本当によろしくお願いいたします。ライブ配信も、ヒラキンの YouTube の方で予定してますので、現地に来れない方も、画面の前でですね、ヒラキングッズを持って、応援していただければ、必ず皆さんに優勝をお届けします。優勝をお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。ヒラキンソフトボール TV では、これからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy ソフトボール。